プランジャーはアメリカ海軍の潜水艦。プランジャー級潜水艦の一隻。プランジャーは1901年5月21日にニュージャージー州エリザベスのクレセント造船所で寄港した。1902年2月1日に浸水し、1903年9月19日にニューヨーク州ニューサフォークのホーランドトーピードボート社で収益する。収益後はロードアイランド州。 ニューポートの海軍水雷ステーションに配属され、水雷実験任務に従事する。プランジャーは同時を拠点として続く2年間を過ごし、その任務が中断されたのは1904年3月と11月に、ニューサフォークのホーランド社でオーバーホールを受けた期間のみであった。機械類や兵装、戦術試験に加えて、プランジャーは新たな潜水艦の乗組員のための訓練艦として任務に従事した。 1905年8月、プランジャーは2週間の維持作業後22日に、ホーランド社を出港した。タグボートのアパッチによってニューヨークまで牽引され、同地でセオドアル・ウズベルト大統領の自宅近くで大焼け身を行う。その日の午後の到着に際して、プランジャーはタグボートに並んで経由され、大統領の訪問に対する準備を行った。翌朝プランジャーはバッテリーを充電し、 続いて5回の短い潜水を行う。その後再びアパッチの側に停泊して充電を行った。その日の午後、ルーズベルト大統領がプランジャーに乗艦し一連の潜水を行い、2時間後にアパッチの側に停泊した。ルーズベルトはその後1時間ほどを乗艦して過ごした。ルーズベルトの風変わりな航海は大いに好奇心を刺激した。9月6日にルーズベルトは オイスターベイから、ハーマンスペックフォン・スタインバーグに対して、この体験に関する手紙を記している。プランジャーは1905年11月3日に退役し、1907年2月23日まで、不活性化のまま保管された。1909年5月3日に、チェスター・ニミッツ少尉が艦長として着任した。ニミッツ提督は後に、当時の潜水艦をジュール・ベルヌのファンタジーと、 猫背の鯨の雑種とのように考えたと語っている。その年の9月、プランジャーはニューヨークを訪れ、ハドソンフルトン記念祭に参加した。プランジャーは再びチャールストン海軍交渉へ配属され、1909年10月24日に到着、大西洋潜水艦隊の母艦である砲艦キャスティンの側に経由された。まもなくキャスティンの遺艦。 マイカジャー・ボーランドがプランジャーともおう2隻の潜水艦を検査した。彼による報告書はこれらの艦の居住環境をありありと記述している。報告書にはこれらの艦の衛星状態は彼らがおよそ45時間だけしか後悔しなかったという事実にもかかわらず衛星的な状態からはほど遠い。とのように記述された。 プランジャーは1911年11月17日に A-1 と改名された。1916年までに A-1 は実験目標標標的 E ターゲット EE と認可された。プランジャーは元モニター、ピューリタンの船体に搭載されて1921年に売却が認可された。その後1922年にスクラップとして売却された。 ありがとうございます。